はい、ありがとうございます。はい、このジョミガナンプリパナオナンプリパイヨンセンセン、はい、このハニガナンプリパナオナンプリパイヨンセンセン、春先に地域によっては、下野貝、草貝も見られましたし、まあ、夏には非常に今までないような猛暑という中で、生産者の、まあ、皆さんの努力によって、非常に、今年もおいしいものができたということです。非常に品質も良い、玉の実も良くて、品質も良いというふうに、できております。価格もですね、去年も非常に、こだま傾向で、品薄、まあ、数量が少なかったと同じですね、今年も非常に、評価をいただいて、去年並みの、または去年より若干今のところは、上回っているというところです。こういう状況の中で生産者が頑張って、今年も美味しいリンゴを作ってくれたということですね、ので、まあ、消費者の皆さんにはね、美味しいリンゴをまた食べていただきたいというふうに思います。